セルジー・エドアルドビチスタホフスキーは、ウクライナ・ケフ出身の男子プロテニス選手。2013年ウィンブルドン選手権男子シングルス2回戦で、ロジャー・フェデラーを破った選手として知られる。これまでに ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス31位、ダブルス33位。 身長1 9 3トル、体重8 0ラム。右利き、バックハンドストロークは片手打ち。日本語ではセルギー・スタホフスキーやセルゲイ・スタコースキーなどの表記も見られる。スタホフスキーは ATP ツアーで7度決勝に進出しているが、そのすべてで優勝している。スタホフスキーは6歳でテニスを始め、17歳でプロに転向。 2003年のプロ転校後から約5年間は、主に ATP ツアー株大会である、フューチャーズ大会やチャレンジャー大会を回るも、二度の準優勝が最高成績であった。2008年2月に、PBZ ザグレブインドアでは、ラッキー・ルーザーから、本戦の決勝まで進む。決勝では、第1シードのイワン・リビチッチに7から5、6から4で勝利し、ツアー初タイトルを獲得。 同年のウィンブルドン選手権では、四大大会の予選七度目の挑戦にして、初めて本戦に出場を果たすも、一回戦で、ダビド・フェレールを相手に途中棄権。8月には、スペインのセゴビアで行われた、ATP チャレンジャーツアーの大会で優勝し、同月にランキングトップ100入りを果たす。2009年全仏オープンで四大大会で、 自震初の2回戦に進むものバックジョコビッチにストレートで敗退している。同年11月のサンクトペテルブルクオープンでは決勝でオラシオセバジョスを破りツアーに勝目を挙げた。2010年は6月のウィンブルドン選手権の前哨戦ユニセフオープンと8月にパイロットペンテニスで行われた大会の2大会で優勝するなどしシングルスランキングでは 自己最高の31位を記録している。2013年全仏オープン1回戦のリシャールガスケ戦では審判の判定に不服としてボールの落ちた場所をスマートフォンで撮影し罰則を受けた。ウィンブルドン選手権ではシングルス2回戦で第3シードのロジャー・フェデラーを6から7、7から6、7から5、7から6で破る大金星を挙げ、 フェデラーの4大,大大会連続準々決勝、進出記録を止めた。しかし続く3回戦では、ユルゲン・メリッツァーに敗退している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。